岐阜の異端宅です。マーダーミステリー勢、今回の役職はこちらです。召使い。ただ迷惑の召使いもいるからどうかなっていう感じなので役職てんこ盛り役職てんこ盛り夜の行動。さあアイテムはノーアイテムか。最近ノーアイテムばっか。ほんとさあ話し合い、まあ、召使いはねこれね告発できないから結構使いづらい部分あるんだよね。ノーアイテム、ノーアイテム。え、マジで？あ、トーマス食材ね。トーマス食材ね。あく。のみ。オッケー。役職は？役職出る？出る？どうせ敵側は、うん、敵側は、味方分かってるだろうし、分かってるだろうし、うん、出る、出ていい、全部出てよくない？全部出る、わら、全部出る、全部出てもよくね、これ。ダメか。うん。女優は出てもいいでしょ。女優はいいよ。うん、出ても。女優は、うん、女優でよ。女優でよ。オッケー、ジェシカね。弁護士もよくね？弁護士って確か毎晩移動できたよね。あ、一回だけか、弁護士は。なるほど。オッケー、オッケー。じゃあ、あとはいいかな。あとはいいかな。おやすみ。日没。告発はしない。告発。誰も告発しませんでした。夜の行動。ね、犯罪者か判定する人の、でもミカかな。なんかミカかエマか、うん、ミカかエマかやな。ミカにするか。さあ、これで犯罪者であるって出たら召使い。本物の召使い確定で、犯罪者でないがひたすら出るのが迷惑の召使い。お、犯罪者じゃない。まだ分からんね、うん、まだ分からんぞ。どっちか。おお、死なないんや。さあ話し合い。おはよう。お、エマが召使い使用したってことは多分、本物の召使いや。おお、すごい。オッケー。やった、俺迷惑や。迷惑。これ勝ちたい。絶対勝ちたい。誰か撃て。カミングアウト。は？いや、そりゃねえでしょ。そりゃないでしょ。うん。ミカは誰見たの？誰見たの？うん。ゲール・シロ。ああ、もうこれはエマ、うん、エマ、新目高い。新目高い。うん。ジェシカが告発かな。ちょっと待ってな。弁護士は、告発した人を弁護でつい、うん。あ、トーマスか。
トーマスが打って、ミスったら弁護すればいいんじゃない？すればよくね。うん。うん。そうそうそう。それでいいね。トーマスがミカに打って、間違えたら、そう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 。よし、じゃあ頼んだぞ。頼んだを、トーマス。よしよしよし、これ絶対勝ちたい。絶対勝ちたい。絶対勝ちたい。フレディレンジ？お、おうおお、待て。フレディレンジ。お、フレディも人外。マジか。マジか、フレディも人外か。フレも人外か。すまない、実は移動してた。絶対嘘やん。絶対嘘やん。実は移動してたとか。移動してたわ、草。あ、なるほど。ラウンジノーテムだったんか。じゃあ、フレディにも一部したいね。フレディにも一部したいね。一部したいね、これ。したいね、これ。ゲールまだミカに目つかみてる。絶対ないでしょ。絶対ミカ犯罪者でしょ。今日の告発まとめ。うん。今日の告発は、結局、サンドラ俺が一部する。あ？フレディが？待てよ。ん？トーマスがミカ一部。あ、オッケー。オッケー。うん、まあ、エリックの言う通りで。うん、エリックの言う通りで。これでいいね。待てよ、これ、使用してもいいか？どうせ逃げれるしな、カレー。カレー逃げれるから、出た方がいいかな、これ。どっちやろ。別に役付けても問題ない気がするな。うん。サンドラがね、あ、違う。カレー4回動けるで大丈夫やな。出よっか。カミングアウト。ミカ犯罪者でない。出ない。うん。カレーいっぱい動けるから出たわ。カレー内通貨いっぱい動ける。動けるから出てもいいよね。出てもいいよね。うん。さあ、日没。だいぶ透けてるし、いいか。よしよし、いいね。オッケーオッケー。勝ちたい。横顔ほっちい。横顔ほっちい。いいよ、ジェシカ。30秒前。これ勝てるんじゃない？え、しなくていい？どっち？うん。任せる。する。あ、これエリックがカレーなんかな。もっとエリックぐらいしかおらんよな。エリックかゲールかトーマスやけど、トーマスは告発するって言ってるから、多分こうトーマスは弁護士なんかな。告発。あ、トーマス死んだ。ってことは、おい。
おい、負けたやん。おい、カレーかよ。トーマスカレーなのにするって言ったの。マジで？なんで？え、なんで？あれ？あ、エマなの？エマなんだ。うわ、すご。エマす、すげえ。エマすげえ、これ。エマすげえ。マジか。エマすげえぞ。てか、トーマスカレーかよ。トーマスカレーかよ。カレーかよ。告発する、告発したがるから。したがるから、他の、弁護士とかかと思った。弁護士とかかと思った。え、弁護できないもんなのこれ。弁護できなかったの？弁護できんかったのこれ。サンドラ召使いで、エリック弁護士で、ミカが迷惑、エマがささやか不審犯、スクレディ殺人犯、ジェシカ女優、ゲール佐々木を、トーマスカレー。ジェシカ弁護したの？弁護したってこと？あ、ランダムで弁護したんか。あ、ランダムか。なるほど。ミスったな。ジェシカ告発させなければよかったの。告発しなければよかったのか。あ、でもこれさ、多分、弁護しても、ミカ殺人犯で見てたの。殺人犯で見てたな。見てたな。なんかめちゃくちゃ今の新目高かったな。なるほどな。弁護ランダムなんだな。そうなんだ。え、すごいな。エマの度胸がすごいわ。エマの度胸がすごい、これ。うん、エマめちゃくちゃ勇気あるな、これ。すごい。上級者やな、これ。最後までご視聴いただきありがとうございます。動画面白かったら高評価をぜひよろしくお願いします。次の動画も見てください。では、ありがとうございました。